グナイウス・マンディウス・ウルソは、共和制ローマのパトリキ出身の政治家、軍人。紀元前189年に、失政官を務めた。紀元前195年には、法務官として、シキリア族州の総督を務めた。失政官選挙には2度落選したが3度目に当選し、ローマシリア戦争のために東方に出征した。戦争は、ローマの勝利に終わるが、 ウルソはシリアと同盟したガラティアに侵入し、現地の部族に勝利した。紀元前188年、シリアのアンティオコス3世との講和条約の締結に加わり、小アジアに新しい秩序を設立した。ローマに戻ると、ウルソはその恣意的な行動と無能を理由として告発を受けた。現代の歴史家は、 ウルソに対する告発はこの後すぐに始まったスキピオ弾劾運動に関連していると考えている。ウルソは裁判に勝利を収めただけでなく、紀元前187年には外旋式を実施している。紀元前184年の観察官選挙に出馬するが、マルクス・ポルキウス・カトトルキウス・アレリウス・フラックスのコンビに敗れた。その後のウルソの消息は不明である。 ウルソはローマで最も高貴な氏族の一つとされ、紀元前480年のグナエウス・マンリウス、キンキナトゥス以来継続的に失政官を排出したマンリウス氏族の一員である。現代の歴史家は農面のマンリウスはエトルリア語起源ではないかと考えている。コグ農面のウルソはマンリウス氏族が最初に使用したもので、エトルリア都市のウォルシニに由来すると思われる。 カピトリヌスのファスティによると、ウルソの父のプライノーメンは、グナエウス、祖父は、ルキウスである。ドイツの歴史家会ムーンツァは、祖父のルキウスとは、紀元前256年と、紀元前250年の執政官で、第一次ポエニ戦争を戦ったルキウス・マンリウス・ウルソ、ロングスと推測している。ロングスには、ルキウスと、プーリウスという二人の息子がいたことが、 資料からわかるが、グナエウスという年長の息子がいた可能性があり、彼がウルソの父である。ウルソには二人の兄弟がおり、カズとは、紀元前197年の法務官ルキウス、もう一人は、紀元前178年の執政官、アウルス・マンリウス・ウルソである。アウルスは弟であると思われるが、グナエウスとルキウスのどちらが年長かはわからない。ウルソが最初に記録に現れるのは、 紀元前197年であり、この年にクルッスサホノルムの第一大会であるアイディリス・クルディスに就任している。同僚はプブリウス・コルネリウス・スキピオナシカであった。両者はルディの競技会を3度開催しているが、より壮大に開催され、これまで以上に多くの人が喜んで参加したとされる。ウルソが示した富と気前の良さは彼の西力を開いた。 紀元前195年、ウルソはプレイトルに就任して、シキリア属州の総督となった。シキリアは、祖父のルキウスが第一次ポエニ戦争で戦った地であり、前年の属州総督は、兄弟のルキウスであった。属州総督として、ウルソはデロス島のアポロ神殿の聖域に金の花冠を送ったことが知られている。紀元前193年末、 ウルソは、翌年の失政官選挙に立候補した。この選挙戦は激しいものであった。ウルソ以外には、スキピオ・ナシカトルキウス・クインクティウス・フラミニヌスが、パトリキ候補と立候補しており、プレブス候補は、マニウス・アッキリウス・グラブリオ、ガイウス・ラエリウス、ガイウス・リウイウス・サリナトル、グナイウス・ドミティウス・アヘノバルブスの4人であった。しかし、最も激しく争ったのは、 フラミニヌスとスキピオナシカであった。フラミニヌスは、兄弟で、第二次マケドニア戦争の勝者である、紀元前198年の執政官、ティトスクインクティウス・フラミニヌスが、スキピオナシカは、いとこの第二次ポエニ戦争の英雄で、二度執政官を務めていた、スキピオアフリカーノスが支援した。結果は、フラミニヌスが当選し、プレブス執政官はアベノバルブスであった。ルキウスは、 翌年も失勢官選挙に出馬し、スキピオナシカと争ったが、またも敗れた。その次の年、紀元前191年には、ウルソは立候補していない。これは、アンティオコス三世を相手に、ローマシリア戦争が戦われており、失勢官のスキピオナシカだけでなく、スキピオアフリカヌスも参謀として出征していたため、翌年の失勢官も、 スキピオ派がなるべきとの風潮があったためである。結局アフリカヌスの兄のルキウス・コルネリウス・スキピオとアフリカヌスの親しい友人であるガイウス・ライリウスが失政官に選ばれている。紀元前190年にウルソは3度目の出馬を行った。クレブス側の立候補者はマルクス・フルーユス・ノビリオルの一人だけで彼はウルソを支援していた。他方、パトリキ側立候補者は3人ウルソ。 マルクスはエミリウス・レピドス、マルクスはレリウス・メッサルッタであった。下馬評ではメッサルッタであったが、必要な得票数を得たのは、ノビリオルのみであった。このため、規定に従って、選挙翌日に、ノビリオルが同僚失政官を選ぶこととなり、選ばれたのはウルソであった。品種のガラティア人。ヘレニズム時代の彫刻のローマでの複製紀元前189年。 執政官に就任したウルソとノビリオルは、スキピオ兄弟に代わって、アンティオコス三世と戦うこととなった。くじ引きの結果、ウルソは小アジアでの戦線を担当することとなり、ノビリオルはアエトリア同盟と戦うこととなった。しかし、その直後にスキピオからの使者がローマに到着し、マグネシアの戦いでの勝利とともに、アンティオコスが講和を求めていることを知らせてきた。 元老院はスキピオ兄弟が提案した講和条約の素案を認めたが、ウルソの軍事任務は恐れのためでもあるが、しかしながらガリア人との戦いが必要であるために中止あるいは縮小されることはなかった。ウルソは紀元前189年の春にエフェソスに上陸し、そこでスキピオ兄の軍の指揮を引き継ぎ、兵士に対してガラティアに侵攻することを伝えた。 この新たな戦争は、ガラティアがアンティオコスと同盟していたことと、その地域の脅威であるという理由で正当化された。ウルソの軍には、ペルガモンからの援軍も加わり、小アジアの南西部を侵軍しながら、現地の部族に、高納金を供出させた。エフェソスからマグネシアに至り、メンデレス側の左岸に沿って、ピシディアに到着すると、アンティオコスの息子から補給を受けた。 そこから南東に進路を変え、フリギア南部のキビラに近づいた。キビラの選手であるモアゲトは、15タレントの支払いで、済ませようとしたが、ウルソは500タレント払わないなら、周囲を略奪すると脅し、結局100タレントで打結した。キビラからは北方に転身し、ガラティア西部のトリストボギ族の土地に侵入した。ウルソは、ペシヌスとゴルディオンを無抵抗で占領した。 ガラテア人たちは、祭司と共に、オリンポス山に避難し、その剣疎さを頼りに防衛拠点とした。しかし、ウルソは三方向から、オリンポス山を攻撃し、ガラテア軍を容易に打ち破った。歴史家、クイントス・クラウディウス・クアドリガリウスによれば、この戦いで四万人のガラテア人が殺された。ワレリウス・アンティアスは一万とし、リブイウスは、捕虜を少なくとも四万としている。 戦いの三日後、ウルソはアンキュラを奇襲で占領した。テクトサギ族は交渉による平和を求めた。彼らの目的はウルソを罠にかけることであったが、これには失敗した。すると、テクトサギ族はトリストボギ族と同じ戦法を採用した。すなわちマガブさんに立てこもった。さらには、最後の部族であるトゥロックミ族も加わり、ガラテア軍の兵力は五万に達した。 にもかかわらず、ローマ軍は、容易に、ガラティア軍を敗走させた。その後大量の戦利品が露獲された。それ以前の何年もの間トロス山脈のこちら側を、武力で支配してきたが、部族が消滅しなかったのが幸いであった。ガラティア人はウルソに施設を送り、講和も求めた。ウルソは彼らを交渉のために、エフェソスに送った。その時にはすでに秋になっていたため、 彼自身は軍を率いたまま東映に入った。紀元前189年、188年の冬、ウルソは小アジアのいくつもの都市国家からの施設をエフェスに迎えた。彼らはウルソのガラティアに対する勝利と金の花冠の寄贈に感謝した。アンティオコス3世とカッパドキアをアリアラテス4世も代表団を送った。アンティオコスはウルソに賠償金として2.500。 タレントを支払い、アディアラテスはアンティオコスを支援したことに対して、許しを求めた。アディアラテスは600タレントを支払うこととなった。春になって、ウルソはその軍と共に、パンフィリアに移動した。そこで、アンティオコスの最後の拠点であった。ペルガからシリア兵を撤兵させた。アパメアの和訳以降の小アジア。水色は、ペルガモン王国、黄緑は、 ロドスの獲得地域を示すこの頃には、ペルガモン王国のエウメネス2世とローマから派遣された10人の特別委員がコアジアに到着していた。これを知ると、ウルソも西部のアバメーアに戻り、アンティオコストの講和条約の最終交渉に参加した。これは原則的にスキピオ兄弟が提案した素案を確認するものであった。アンティオコスは軍をコアジアから撤退させ、 ほぼ全艦隊を廃棄し、戦像をローマに引き渡し、莫大な賠償金を支払うこととなった。セレウコス町の船は、カリカドナ岬とサルペドン岬より西に入れなくなった。紀元前188年の大部分を使って、ウルソはこの地域での新しい国境線の決定を行った。エウメネスはアンティオコスが、ヨーロッパ側に所有していた領土、ミューシア、フリギア、 ルディア及びヨーニアに加えてカリア、ルキア及びピシディアの一部を獲得した。ロドスはカリアとルキアの一部を得た。紀元前188年、マンリウスは軍と莫大な戦利品とともにローマに向かった。10人の特別委員も彼に従った。ヘレスポント海峡に到着した時にマンリウスはガラティアの処置を決定した。ガラティア人は武装して 国の周りを徘徊するという風習を止めなければならないとされた。大量の戦利品を持ったローマ軍は海峡の反対側に渡りトラキアを通過した。この行軍の途中にローマの軍列の大きさに誘惑されて現地の部族が何度も攻撃をかけてきたためこれを撃退しなければならなかった。この戦闘の一つで10人委員会の一人で 紀元前193年の失政官であったクイントス・ミノキウス・テルムスが戦死している。ウルソたちがイリュリアのアポロニアに到着した時点で季節はすでに冬になっていた。このため、ローマ軍はこの地で東栄に入った。この季節にアドリア海を渡るのは非常に危険だったからである。翌年春、ウルソはブルンギシウムに上陸し、ローマに進んだ。 4月の終わりか5月の初めには、ベロナに到着し、元老院に対して、外戦指揮の実施を求めた。しかし、住人委員の多くはこれに反対したり、ウィウスは反対者として、ルキウス・フリウス・プルプレを取るキウス・アエミリウス・パウルスの名前を挙げている。委員たちは、ウルソが当初の合意に反して、アンティオコスを捉えようとしたこと。 ガラティアに対する戦争を勝手に始めたこと、ペルガモンの利益になるように働いたこと、トラキアで有効な反撃ができなかったことを理由に訴えた。古代の歴史家は両者の裁判での演説を引用しているが、カイムーンさんは原文の断片が残っていたのだろうと考えている。この裁判は軍を率いて出征した、失政官の現地での権限に関する問題であった。委員たちは、 この年の執政官の一人である、マルクス・アエミリウス・レピドスの指示を得た。レピドスは、マルクス・フルーユウス・ノビリオルの性敵であり、従って、ウルソの性敵でもあった。にもかかわらず、元老院はウルソが、外潜式を実施することを認めた。ウルソの外潜式では21、212個の金の花冠、その他の多くの貴重な品々が街路を運ばれていった。 ローマ人がこのように豪華な品々を見たのは初めてであった。スキピオアフリカーノス歴史科学では、ウルソに反対したインたちとスキピオ兄弟の関係に関して特別な注意が払われている。紀元前187年、5民間のクイントスペティリウススプリヌスは、スキピオアシアティックスをアンティオコスから500タレント、不適切な金銭を受け取ったと告発した。リウィウスによれば、 この事件が、ウルソの件から注意をそらすこととなり、結果ウルソは勝利し、外旋式実施の許しを得た。ポリュビオスは、スプリングスの要求は3000タレントであったとする。このうちに1500タレントはアンティオコスが、ウルソに支払ったものであった。ワレリウス・アンティアスによれば、ウルソを卒位した一人であるプルプレオは、スキピオの審理中に調査期間の延長を要求しているが、これは明らかに、 ウルソの裁判を指している。これに関しては、スキピオ・アシアティックスに対する訴訟はウルソに対するものと同時に始まった後の仮説がある。プルプレオは、ウルソに対する最初の訴訟では有罪にできないと考え、このアンティオコス賠償金問題を取り上げた。議論となった3000タレントのうち2500タレントをウルソが受け取っていたため、 ウルソに対する調査を正式に開始する必要が出てきた。しかし、大加戸がこのスキャンダルを宿敵スキピオアフリカノスの追い落としに使ったため、同時代の人々も年代記録者もウルソに対する関心が薄れてしまった。年代記録者は明らかに重要性が低いとして、この事件に関する記録からウルソに関する部分を削除した。加戸のおかげでウルソは罪を免れた。 ウルソはスキピオ派から攻撃されたとの別の見方もある。アシアティクスのアニアフリカノスに対する訴訟は元老院によって却下された。紀元前184年、ウルソは翌年の観察官選挙に立候補した。選挙戦は激しく、パトリキ側の立候補者はウルソの他に4名もいた。ルキウス・ワレリウス・フラックス、以前ウルソを告発した、プルプレを アフリカヌスのいとこのプブリウス・コルネリウス・スキピオ・ナシカ、さらにスキピオ・アシアティックスであった。プレブス候補者も4人あり、ダイカト、ティベリウス・センプロニウス・ロングス、マルクス・フルーユス・ノビリオル、マルクス・センプロニウス・トゥディタヌスであった。カトとフラックスのコンビは、その前練に、スキピオ兄弟に対する訴訟に勝利したため巧妙を得ており、当選の可能性が最も高いと思われていた。 このような中、他の候補者たちは、お互いに協力することとした。加藤は、彼の対立候補を自力で戦おうとしていないと、非難し、自分たちだけが純粋に倫理のために戦えると訴え、有権者に対して、自信とフラックスに投票するように求めた。加藤の激しさに対して、他の候補者は、穏やかさと敬語的態度で訴えた。加藤の戦法は選挙民の気分に一致しており、 彼は最も多くの得票を得た。同年の執政官の一人だったルキウス・ポルキウス。リキヌスは、カトの親戚であり、おそらくは観察官選挙を監督したと思われるが、おそらくは何からの役割を果たしたと思われる。まず、プレブス監察官が選ばれ、カトが勝利した。このため、パトリキ側では、フラックスの勝利が確実となり、ウルソは落選した。この選挙の後、 ウルソに関する記録はない。ウルソの行動は、同時代の人からも、後の古代の歴史家たちからも非難されている。リウィウスは、マルクス・アエミリウス・レピルスに関する記載で、ウルソの小アジアでの行動を以下のように述べている。彼は、拙速に行動し、戦線布告なしに国々を戦争の脅威にさらし、金銭のために世界を打った。部位詳しにによれば、 大加トとその同僚の目には、ウルソがスキピオ兄弟がローマの政策に与えた最悪のことを自身の行動でも体現したと映った。すなわち、軍を個人的な目的のために動かし、兵士を甘やかし、公共の利益を無視して、ノビレスの利益を優先した。スキピオは、軍の規律は維持することができたが、ウルソはそれもできなかった。ウルソに対する告発は、 紀元前189年のマニウス・アキリウス、グラブリオの戦利品横領に対する裁判や、大好きピ団が運動といった、同時代の他の政治スキャンダルと同様のものである。これらの告訴は、国外でインペリウムを持つ将軍たちの権限を制限するためものであった。ありがとうございます。